マルコア選手をウィレムセンは、スペイン・バレアレス諸島パルマでマヨルカ出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。スペイン代表。ポジションはフォワード。マルコア選手は、スペイン・バレアレス諸島州マヨルカ島パルマで、バスク人の父とオランダ人の母との間に生まれた。ファーストネームであるマルコは、マルコファンバス店のファンであった母親によって付けられた。マヨルカ島最大の都市である。 パルマデマイオルカから1 5トル離れたノバマジョルカでプレーしていたところスカウトの目に留まり地元の RCD マイオルカに入団2006年 RCD マイオルカの下部組織からキャリアが始まった当時や選手用の年齢で入るカテゴリーがなかったため2歳年上の子供たちに混じってプレーした幼少時から将来が職望されておりその頃から レアルマドリードや FC バルセロナも注目していたと言われている。17歳となった2013年10月のセグンダ、ディビシオン、レクレアティボウエルバ戦でトップチームデビュー。2014年12月、マヨルカ島出身のテニスプレイヤーであるラファエル・ナダルの進言もあり、スペインの強豪レアルマドリードへ移籍。移籍金は約350万ユーロと報じられている。 2014から15シーズンはレンタル遺跡という形でそのまま RCD マヨルカに残留した。2015年8月4日に行われたアウディカップ2015のトッテナム戦にて67分にスペイン代表 MF イスコとの交代でピッチに立ちマドリードデビューを果たした。2015年8月20日1年間の RCD s エスパニオールへのレンタル遺跡が発表された。2015年9月19日に行われた第4節のレアルソシエダ戦でスタメンに抜擢されトップリーグのデビューを飾ると22日に行われた第5節のバレンシア CF 戦でも先発出場。その上、いずれの試合でもゴールを演出しチームの連勝に貢献した。2015から16シーズンで RCD s RC パニオールとのレンタル遺跡満了で、レアルマドリードへ吹き、プレーシーズンマッチにて、存在感を示す。その活躍が認められて、UEFA スーパーカップのセビージャ FC 戦に、スタメンとして、出場、前半21分にミドルシュートのスーパーゴールを決め、レアルマドリードでの初ゴールを記録した。8月16日に入団セレモニーが行われ、その中で前年まで、 ヘセロドリゲスが背負っていた20番を着用することが正式に発表された。2016から17シーズンでは2016年10月18日、欧州 CL 第3節のトレギアワルシャワ戦で CL デビューを飾り、初得点を挙げる活躍を見せた。2017年4月18日、欧州 CL 準々決勝のバイエルンミュンヘン戦では、セカンドレグで得点をして、 勝利に貢献した。2017年6月3日、欧州 CL 決勝のユベントス FC 戦では、途中出場からチームの4点目となるゴールを決め、史上初の CL 連覇に貢献した。2017年8月16日、スーペルコパデ・エスパーニャの第2戦で先発すると、FC バルセロナに得点を決めて、優勝に貢献した。二千十八年二月十八日、 レアルベティストの試合で、レアルマドリードの通算6000得点目を記録した。レアルマドリードでのアセンシオ2018年9月29日に、行われたリーガエスパニョーラ第7節のアトレティコマドリード戦で先発メンバーに名を連ね、フル出場。2016年8月9日の UEFA、スーパーカップ、セビーチャ戦でデビューしてから約2年2ヶ月で、通算100試合出場を達成した。 2019年7月23日、アーセナル FC とのプレシーズンマッチで、ピエール・エメリク・オーバメアンとの接触の際に左膝を負傷し、号泣しての負傷退場となった。プレシーズン開始前に行われたフィジカルテストでは、チーム1位となる結果を出し、この試合ではゴールを決めるなど好調だった矢先の出来事で、負傷退場の際には、チームメイトのアルバロ・オドリオ・ソラが涙するなど、 大きな衝撃が走った。試合終了直後から重症説が囁かれていたが、検査の結果、左膝前十字人体断裂及び外側半月板の損傷の重症と発表された。8月7日に手術を受けたが、2019から20シーズンは絶望的と報じられた。一部では同様の怪我により輝きを失った。 モトレアルマドリードの FW ヘセロドリゲスを引き合いに、選手生命が危ぶまれるほどの大怪我との見解もあった。同年9月からリハビリを開始、2020年1月からはボールを使った練習を開始したと報じられ、回復次第ではシーズン終盤の復帰に巧妙が差した。当初時段監督やクラブはシーズン中の無理な起用は控える方針であったものの、 新型コロナウイルス感染症の流行により3月上旬にはリーガエスパニョーラの一時中断。その期間も回復に充てられたため、5月中のチーム練習再開が報じられた。2020年6月18日、バレンシア戦の後半29分から途中出場し、復帰を果たした。その直後、フェルラン・メンディのクロスに復帰後ファーストタッチとなる。 ボレーシュートでゴールを決めた。この試合では、カリム・ベンゼマのゴールもアシストするなど復帰戦で、途中出場ながら1ゴール1アシストの結果を残し、34回目のリーグ優勝を目指すチームの勝利に大きく貢献した。2021年9月22日、RCD マヨルカ戦にて、シーズン初のスタメン出場し、ハットトリックを達成した。二千十五年に、 ギリシャで行われた U-19 欧州選手権では U-19 スペイン代表の10番としてプレーし、準決勝のフランス戦では試合終盤に立て続けて2ゴールを記録し、スペインを決勝に導いた。決勝ではグループステージで敗れているロシアと対戦して2から0と勝利し、スペインのここ14年で7回目となる優勝に貢献した。また、母親が オランダ人ということで、オランダ国籍も保有していることから、オランダ代表も招集を検討しているとも報じられていたが、本人はスペイン代表入りを希望しており、UEFA ユーロ2016の予備メンバーに選出され、親善試合のボスニア・ヘルツェゴビナ戦に出場した。この時点ではまだ、オランダ代表入りも可能であったが、2016年9月5日に、 行われた 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のタイリ使テンシュタイン戦で途中出場を、果たし、スペイン代表の公式戦に出場したため、オランダ代表入りは消滅した。U-21 欧州選手権でのアセンシオ2017年6月、U-21 欧州選手権のメンバーに選出。6月21日、初戦の U-21 マケドニア戦では、 ハットトリックを決めて勝利に貢献した。その後も言うマイナス21セルビア戦を除いてスターティングメンバーに選ばれた。大会での得点はマケドニア戦のみに終わったが、東京のサウルニゲスに次ぐ得点ランキングにいたいとなった。2018フィーファワールドカップの参加メンバーに選ばれた。グループリーグ初戦のポルトガル戦では、 プレイ機会がなかったが、残り2試合は共に途中出場した。決勝トーナメント、ロシア戦は、スターティングメンバーに選ばれたが、PK 戦の末敗れた。9月11日の UEFA ネーションズリーグ、クロアチア戦で代表初ゴールを記録した。2021年、1年に延期された、東京オリンピックに、応援枠で出場。準決勝の日本戦では延長後半10分に、 決勝ゴールを決め、勝利に貢献。ありがとうございます。